皆さんこんにちは。今回は熊本県を巡って小さな旅をお送りしたいと思います。熊本県ということで、今回はいつものワンちゃんに代わってくまモンに来てもらいました。くまモンよろしくね。皆さんよろしくお願いします。くまモンだよ。熊本県ということで、鶴ちゃんに招待されてきました。よろしくね。よろしくお願いします。さて、今来ているところは熊本県の南の方になりますが、芦北町佐敷というところにある佐敷城の跡に来ています。南北に今の3号線薩摩街道が伸びて、それから球磨川につながる人吉街道が交差する、とっても昔から交通の大事なところでした。戦国時代、熊野相良、薩摩の島津、そういった人たちの争いがありましたが、江戸時代には加藤清正がお城を整備して花岡城、なんかいい名前だね、花岡城というお城の名前になりましたが、江戸時代はもう使われることはありませんでした。そして2008年にきれいに整備されて公園となりました。そうだよ、すごく見晴らしがいいよ。この後見てもらうんだよね。そうだね、とっても見晴らしがいいです。そして石垣がきれいに整えられています。佐敷城の城跡に登ってきました。まだ途中ですけど、ずっと見下ろすことができます。眼下を国道3号線、それから鹿児島本線、西の方には佐敷湾が広がっています。佐敷川が流れ込んでいるのがよくわかるかと思います。そしてこの地の伝説、景行天皇、私の考えでは樫井の狼ですが、この佐敷湾を船出して水島に進んでいったということが言われています。その継承の地をこの城跡から望むことができます。非常にいい景色ですね。八代海、綺麗な海が見えています。くまモン、ここに来たことあるよ。とっても景色がいいよね。そうだね、すぐそこにドームの建物がありますけどね、みんながここでいろんなスポーツしたり催し物したりするんでしょうね。とってもいい景色が広がっています。城跡で石垣ですね、こっちから本丸、二の丸、三の丸ってちょっとなだらかに低くなっているように並んでいるわけですね。まあ規模としてはそんなに大きなお城ではありませんけど、特にこのすごく交通の要のところにあるお城ですので、昔から争いが絶えなかったということのようです。霧門の瓦、出土地点ってなってますね。鬼瓦、屋根につける、まあ魔除けの意味も含めた権威の象徴の瓦ですね。
ここが門があったわけでしょ。はい、でここはちょっと広くなってて、まあ例えば敵が侵入してきた時でもここで一回こう曲がらなくちゃいけないので一つのクッションになってたところですね。こんな風に作るのがその頃の流行りだったわけですね。よいしょ。ここが一番高いところです。はい。さっきのとこがあそこですよね。道の駅です。はい。でここが佐敷川でずっと向こうから流れてきます。この道沿いに今は道が作られています。で高速道路が通っています。もうちょっと向こう側だと新幹線の線路も、いやトンネルかな、ずっと。はい。でそこが芦北高校ですね。はい。だから景光天皇はこう向こうから来られて、道路が通っている山を越えて向こう側に天守宮があるんですよ。そこにまあ滞在というか、まあずっとはいなかったでしょう。疲れを休めたという感じでしょうか。どこ通ってきたかわからんね、ここじゃ。あ、向こうから来たのは間違いない。人吉向こうですから。はい。そしてずっとこっちやってきて、川沿いを下って来られたかもしれません。ここね。はい。何年前に通ったんですか。それがはっきりとはしないですけど、私の考えでは4世紀の初め頃、300年代、310年とか、それぐらいのところだと思います。はい、4世紀初めですね。だから4世紀の全国統一って言ってるんです。最後にこの南九州を、まあ、制圧したというところでしょうかね。ここが本丸跡です。お城ので、ここが本丸で、ここすぐ下が二の丸、向こう側が三の丸ってなってますね。はい、三の丸です。今見てるのはこれ二の丸だ。二の丸ですね。ここはその向こうが三の丸ってことは、い、本丸です。音地屋地区にある天守宮に来ています。このお社は景光天皇の九州巡守巡り御園明日の際ここを訪れたんだということで天守宮と名前が付けられたと思われます。くまもん知ってたかい。うーん、初めて聞いたよ、びっくり。鳥居に天守宮とあるんだよ。見てごらん、よく。あ、字読めないけどね。本当だ、天守宮って書いてある。ここへは球磨川沿いの仁美というところから佐敷湾に出てきたと考えられています。しかしこのことについて日本書紀には記されてますが、古事記にはありません。そのことから
北部九州の勢力が南九州を制圧した時の話を初期は引用したと考えられます。具体的には東海岸を南下した加氏、住吉の勢力がこれにあたると思います。つまり主人公が後ですり替えられたんだと。なんだってすり替えって、それおかしいよ。なんかね、本当にたくさんの話が残ってるんですよ。でその一つの証拠がここにぶら下がってるてるてる坊主ですね。このてるてる坊主は対馬の天照神社にも同じもんがあるんだよ。そんなとこから来てるんだ、びっくり。今日はここに来たらね、グランドゴルフですかね、をされているところで、皆さんにすいません、お世話になりました、ありがとうございますと、ちゃんとお礼とか言わなくちゃダメなんだよ。わかりました、礼儀大事だもんね。すいません、ありがとうございます。余計なこと